潰れる会社だけども仕方ないんで出資しましたって自分も上場会社のだから言, <laughs> 言えないからね株式代償訴訟される <laughs> 楽天も ICU に入ってていつも人工区域延命装置を外すかっていう状態なの分かってないはずがないんでねだって藤田君はホエモンとすごく仲いいからね問題は格付けでも BB になっててもう投資不適格ってなってるわけなんで,で、ね、今のタイミングでまあなんとか三0 0億近くは交互増資その他でかき集めたとしても例の後これで最後だね これ最後の玉ですからねああとクレジットがあるんじゃない取りあえず <laughs> もう焼け石に水でしょ、うん、だって9,000億の社債償還が控えていて今投資不適格ってちょっと厳しいんじゃない一応公銀出てハーバードまで行ったのに計算できない俺でもできるよ明治大学だって <laughs> 今回の増資も俺たちの知るあの人にまでなんかちょっと頼んでるみたいだから相当大変なんだろうなっていうのは想像に難くないよねまあデフォルト待ちですねうん